はい、おはようございます。ゲームアドバンスのトマトアドベンチャーパート2回目。今回は、どこ？ギミックパレスがどうとなっているのか。トマト池。ここからギミックパレスに入るような感じになっても、タイミング電池、ギミックをパワーアップしろ。オッケー、了解。ちょっと強くて、どんぐらい強くなったかわかんないけど、体感で、まあ、数字増えてたら多分、あららら、ら、トマト、クリティカル。まあ、左のやつやばいやつかもしれないな、もしかしたら。ただ、先に右のカッパ。あ、外した。先にドスコイカッパを倒すと。あ、お前ら強いな。あ、マジか。マジゲ？ワンパンできたいな、これじゃあ、これから。ドゥフィドゥフィ。強い系か。火力がぐんと上がってるよね。もし一発で倒せんなら、あ、倒せたか。じゃ失敗なしでなるべく回していきたいね。ロスか。ちょっと余裕ないよね。あれ。余裕ないんで、全部赤、全部足みたいな感じ。3枠、3か。制限時間、余裕時間が3マスなんで、また連射速度少し回復してる感じはするよね。いろんな技使いながら、連射がの方がダメージ入んな、これ。あれ？ボスはじゃあ、あの、連打の方で行った方がいいな。これさ、なんか、味方が増えていくとかも、え、なさそうやね。ギミックの数の限、いや、ありそうか。ミスった。ミスりましたわ。HP に対してのダメージがちょっと大きい気がする。そうでもないか。防御力これ上がんのかな。フライングトマト。回復はただまあ土カバーフルーツって結構こうちょいちょい出てくるんで。あ、そうか、あの看板の裏にあるやつ作ればいいのか。あー、なるほどね。ここで消費するのはちょっともしかしたらもったいないかもしれない。やっぱこれが俺の連続でできる連打の限界だよね。これ以上やると多分腕がなっちゃうからね、多分普通にだから。おー、だだだ、落ちた落ちた。ちょっと遅かった。途中で連打できんくなったね。よし、地下爆弾赤。連打電池もらおう。使おうか。レベル5とか使った回数でレベル変わるのかな。成功した回数かな、ちょっとわかんないけど、まあまあ使っていくか。レベルが上がるとどうなるんやろ。謎だよね。トマッパーの方が火力があるんだけど、これそんな火力、2枠残しぐらいのいいから連打のペースはってふと思った。2でいい。あ、3残ししてしまったが、もしかしてあれか、どんだけ残るか余裕があるかでダメージ変わってくるのかなって考えると、レベル下げた方がいい。要心理ですね。
バームこれどんだけ赤の一番右に近づけるか、それによってダメージが変わってくるみたいな、あんのかな。なさそうやね。ちょっとなさそう。単純に敵の防御力の話かな、ダメージが違うのは。まあ、ちょっとトライしてみるか。ちょっとこれ左にしました。24より下か、24同じ。なんと変わんないと。とりあえず赤に入れりゃ、赤バーに入れりゃいいと。タイミングレンジこれ使ってしまっていいのか。ギミックいっぱいあるなら、もしかしたら、使う方がいいのかもしれない。まあ、1周目なんでね。使い惜しみしても、しょうがないことはないか。これがギミックパレスとやら、アビーラオとパスランチャーがいる。それならば行かぬわけにはいかない。なんかすげえな。ちょっといきなりラスボスか。いやいや見てましたよ、君がトマト池に落ちるところ。君は誰？君の名は。このギミックパレスの中に入るに6人スーパーキッズを倒してトイパーツという鍵を手に入れなければならない。トイパーツ、トイパーツですか？と6個のトイパーツが揃った時この壁を壊すことができる。なんかロボットになりそうやね、合体したら。もういい。君はどうしてそんなことを知っているの？それは今は言えない。まずは隣エリアのマヨネンランド、マヨネンランド。はい。そこにいる一人目のスーパーキッズ、ウープスを倒して、ウープス。マヨランドのウープス、それじゃあまた会おう、See you。パサランちゃん待っててね、絶対に、じゃあ、おじゃ、パサランちゃん待っててね、絶対に助けるから。ここは最後に来るとこっちゅうわけやね。で、その頃、ギミックパレスの中では。返して、ここから出して。早く帰りたいのなら、おとなしくすることです。おとなしくしてても二度と帰れないごに。あかんやんけ、こっちしても。アビーラ。ふふふふ、探しましたよ、パサランちゃん。あ、アビーラはどうして私の名前を、一体どうする気なの？私悪いことしたのかしら？ムフフ、パサランちゃん、私のことを覚えてませんか？忘れちゃったなんて悲しいな。だったね、あなたは一体。土壁の森、ハンゾラボ。ハンゾララボ、ハンゾラボ。なんだこれ。トマキ、こんにちは、お元気？これから行くマップでもトマグリーンが案内するよ。居眠りしているかもしれないから、その時は看板を読んでね。そうなんだぞ、なんなんぞ、ここはハンゾ兄弟のラボロ。そう俺は、いや、ハンゾ一番上、お兄ちゃん、なんか俺、人用でもあるか。はい、ハンゾ兄弟、ギミック集めで有名なハンゾ兄弟、あ、そう、有名なんですね、了解。気に持ってるそのギミックショット見せてくれないか、で、これは友達が作った。友達って言ってたから、ちょっと飛ばしてたかもしれない。ハゾハゾモゲハ、ひらめいたぞ、すごいギミック思いついた。ここでギミックをまたもらえるんか。いいですね。ハゾ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 、新しいギミック完成。オリッチたちは変わった形を見るとギミックを発明したくなるんだ。おいほいほい。怒り火山。ギミック版画面で難易度設定操作の説明が見られる。オリッチの兄弟はこの国にあと5人。まあ、じゃあ、そう、ギミック、怒り火山。難易度、まあ、5ぐらいから ?4 かな？右左でカーソルを動かして、ハテナのパネルの中から値のパネルを選んで、どういうこと？あ、ランダム？外れのダメージ3ぐらいにしてみるか。
はあ。100とかやばいよね、多分。これちょっと4ぐらいでちょうどいいんじゃないかな。3かな。ダメージで言うと3で十分。確率考えると、ちょっと待って、確率。4だと60ダメージで、その1の2なんで、5分の2一緒。5分の2で60ダメージと、5分の3で54ダメージって、5分の3の方がいい気がする。まあ、そんな感じ。そうだね。それいいね。下か。あ、マヨネンランド。あれ、これは。ようこそマヨネンランドへ。ここに住む人はみんな綺麗好き。潔癖症が集められてるのか。ベルマッシュ。体の中から綺麗になる。ちょっとイカれてるな。体の中から綺麗になる。なんぞえ。近場組赤。スーパーキッズープスキノコが欲しかったり、なぜかしら、キリになるかしら、あ、キリになるかな、違うっぽいな。君のスパイデータを再生しますか。何スパイデータって何、スパイデータって何かな。ちょっとセーブしとくか。レベル9、いいね。ここ入れないな。この街のスーパーキッズープスとても綺麗好き、いつでもお風呂に入った。あー、そういう系、何だこれ、服屋さん、マヨジャケット、いいね。ビニールジャケット、ゴミ。仲間4枠ある、4枠あるっぽい雰囲気やから、仲間いんのか、じゃあ。マヨジャケット。後ろの店は服屋さん、着替えて先へ進もうね、左へ進むとマヨネン名物マヨ温泉。効能は美容促進成分を嘘ガエル。嘘ガエルの油。まず上行くか。この先のキノコ研究所ではベルマッシュという不思議なキノコを栽培している。はい、一泊ごとパー、一回泊まってみるか。なんかありそうっちゃありそう。近場に、うん、そうだよね、これ Z2 まあ止まってくれてありがとう。これおまけね。タイミング電池。嘘。これじゃあもう一回くれんのかな。もう一回くれるってこと？たまにくれんのかな。あ、マジか。一回だけ。まあ。まあそらそうやわな。虹の雫、戦闘のキャラを復活させる。はあはあ、そしたら2人おったな。こっちがお手伝い。今日は天気がいいのでピンクパレスがよく見えます。ところで先に進むときは買い物で準備をしてる。はい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 、キノコ研究所、キノコ研究所。ふぬぬ、困った困った困ったのに、ベルマッシュを育てるには特別な水がいるんだね。特別な水、協力させていただきましょう。私はこの町の名物マヨ温泉のお湯なんだね。でもお湯が出なくなっちゃったから、ベルマッシュの湯、ベルマッシュお湯、ベルマッシュお湯。暇ね、あなたパーマが似合いそうよ。僕はウプス様のマンション、ウプス様に会いたいんだったら素敵なお土産を持ってこい。どうしよう。とりあえずじゃあお風呂部屋じゃねえ、マヨ温泉に行こう。マヨ温泉名物ホットポットはいかがですか。お湯がずっと冷めない魔法のポット。あ、でもお湯が出ないから意味ないや。お湯が入ってね、ポットなんて欲しがる人いないもん。体重計に乗るの怖い。男女混浴かしら。ほんとだ、お湯出ないな。温泉の上はこの先に洞窟から流れてる変なロボットがお湯を独り占めにしてる。洞窟は帰れたらけど、
温泉のお湯が欲しい。じゃあ洞窟の奥のロボットどうにかして、これでいいのかな。赤いカエル パネルの上に乗って A ボタン、 A ボタンを押し続けちゃった。 A ボタンで連打で泡になる。 A ボタンを押し続けると上へ。さらに、ちょっと待った、A ボタンで泡に乗れる。あー、なるほどね。はいはいはい。はい、了解。とりあえずじゃあ、乗ってみっか。で、押さないと下。あれ？あ、そういうことか、そういうことか。はいはいはい。ポットマニア、ここから先が工事だから立ち入りにしたら、し、僕の好きなものを持ってきたら、じゃあここじゃないってこと。それパーマをかけに行く。暇だからパーマをかけに行く。暇だからパーマをかけに行く。床屋ここだよね。これで僕もいい男。ポットが欲しいんだけど、前髪あたりをくるくるってね。ポット、後ろが、ポットちょうだい。あ、ポットね、ここまで来るなんてどうせ追いがないんだから、ただで開ける。やったね、ありがとう。どうすればいい？ダンテテ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 押す。押して、登る。ポットマニア、ここから先は立ち禁止。ポット持ってきました。ふむ。なかなかのいいポット。ポットコレクターの血がさ、そのポットを僕に実力で勝負して僕が勝ったらもらう。ん？おー、なんだこれ。熱湯シャワー。絶対あかんよ、熱湯シャワーなんか。ちょっと一回火山使ってみるか。5分の3なんだ。外れたらどんぐらいダメージ入るかやね。23、外れても全然よし。全然問題ないわ。全然。多分大丈夫な気がする。多分これ成功した時とダメージそんな変わんないんじゃないかな。失敗した時の方が強いっていう、まさかの、なんかそういう事態が起きてるんで。考える必要ないよね。成功したらむちゃ強い。普通に強い。こいつ強いな。あ、これ多分14、左から145のパターンと345のパターンが今あったんで、ちょっといろいろパターン調べるか。145と345、共通するのは45みたいな、そういう感じで。すれば絶対入ってる。なんかわかんじゃないかな。まよ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、なに、ドリル。ドリラーキラー。ドリラーキラー、なにそれ。あ、ちょっと2枠じゃ2マスか、あまり。ちょっと余裕ない。あ、耐えた。マジか、耐えるくんか。嘘ガエル。カエルくんが耐えるくんっていう。マジでしょうもなって。タイミング電池ゲットしました。タイミング電池。電池50でなんか、いい感じなのかな。おしゃぶりはちなみに何に使う？何？当たった方がいいのかな？これ無限湧きならここでレベル上げさすりゃいいと。あ、なんか強そうな気ですね。嘘玉。あー、145のパターンと345のパターン。4が濃そうやな。4が濃そう。全体攻撃とかもあんのかな？4置いてみるか。あ、ないか。1、2、5。あー、じゃあ
4と2が強いんかもしれない。ちょっとまだ分からへんけど。もうちょっと調べ、あ、しっかりダメージ入ったな。そういうこと？マップ結構広めか。マグネヘッド見ます。ちょっと連打に疲れてきたのが顕著に分かるね。はい、あー、また落ちた。ちょっと疲れが出てるね。マジか。体力が消耗されているのがこう顕著に分かると困ったな。タイミング電池、連打電池、ちょっと強くなった。ちょっと卵マッハ、何それ。3ターンだけ素早さが 50% 上がる。あー、マッハアップル。パーティーが1人から増えへんのであれば、これを使う意味は正直ない気がするけど、メンバーがいるんやったら使うのは全然ありか。っていうのも、1人がマッハアップル自分に使うと一旦無駄にするやろ。その後 50% 上がったとしても、2連で攻撃とかはないと思うんで、ターンは絶対、相手攻撃、ターン、攻撃ターン、自分、相手、相手が何人いるか、何体いるか分からへんけど、そこは変わらへんので、素早さが上がったとて、俺がターンに2回できる、攻撃できるような、早ぶさ切りシステムはないと思うね。ちょっともしかしたら、早ぶさ切りシステムがあるかもしれんけど、どっちがいい？はいはい、はやぶさ切りシステムあんかもしれんけどな。 OK、 ゆべ宝箱、よしたシャラスチカバフルーツ、タイミングボルト、ギミックをパワーアップしよう。タイミングボルト、ん、なんかちょっと電池より強いんか、もしかして。電池より伸び幅、伸びしろ多かったかな。なんかそんな気がするよね。これはもう全員戦っていった方がいいってことやろうな、おそらくは。あ、ミスター。でも29って。むちゃつ。もう当てても関係ない。バーンとか当てるとどんぐらい ?40 ぐらい。おお。強く、だいぶ強くなってるよね、多分。よし。4、ただでもちょっと余裕はないよねこれ。この世界、この可愛らしい世界、ちょっと悪くないよね。ドキドキレンジ
なんか一つ色違うな。おい、ポットマニア、はい、僕もポットをゲットした。君のポットどっちがいいか比べっこ、君のポットを見せてくれ。負けだ。縮小。どういうこと？でも負けは負け、潔く。これはどう？父かばくみもも。素敵なポットをゲットして君には大負け。体力が回復。ありがとう。じゃあね、僕はもっと素敵なポットを探しに旅に出る。父かばくみもも。めっちゃ HP がなくする。すげえ。すげえか。何これ。左のカエル気になる。ちょっと、またね。卵とはここら辺に隠れてたよね。こういうとこにね。アイテムが隠されてるという定番。お？侵入者、侵入者。怪しいロボット、これ、仕業、侵入者。侵入者、攻撃。これは何かな？でんでけでん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 。怒り火山、暗い。当てたい。あーくそ。4か2を、多分4、2を置いとくのが多分一番賢い気がするな。ちょっとそれを証明するために。じゃあ4、あれ。1、3、5のパターンが来るんやったら完全ランダムかもしれない。もしかしたら。どうしてもそんな確率変わらんかもしれない。2、3、4。すっごく置くよりも、パターン的にはもう多分、4、4ね。1、2、4、ああ、これ、あかんわ、完全に。どのパターン、全員パターン考え、例えば10パターンあるとしたら、うまいこと、こう。どうっすか。外した。これ、アイテム使った方がいいのかな。火力結構あるよね。マグネヘン。いや、いよいよ。マッハプ。こいこい、ゴー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 みたいな感じ。あ、ちげえな。全然違う。何すんのよ、私の大切に止まったロボがボロボロになっちゃったじゃない。君が温泉の湯を一人占めするからいけない。もう少しロボがアビーラ様の好きなトマトに染まるところだったのに。あ、アビーラ。アビーラに会いに行くつもりなの。熱々の湯ロボを赤色にすればアビーラ様はきっと。おめえは、彼らを次に倒すとアビーラに会えるらしい。嘘、本当に。じゃあ私も一緒に行く。私のロボを壊したんだから嫌だとは言わせないからね。私は。アレサでいいや。ヤサコ、アレサでいいよ。わかんねえや。絶対アビラ様に会わせて。え、おい、この先で温泉に行かないように止めてるの。早く行きましょう。強引にアレサの仲間になった。ファンファンファン、ファンファン、おーい。そんな逃げるなよ。そんな、すごくてごめんな。でもお前が心配ですごいなって知ってる？教えて。なんだろう、そうかなくっちゃすごいのはな。バトルで仲間と一緒にポイントを貯めると使える技なんだ。バトルで説明する。詳しいね。すごいのポイントは、コマンドを成功すると貯まる。これで溜まる。本体内容によって溜まり方が違う。コマの難易度が高いと、よくよく、すげえ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 。失敗すると、
ポイント全部なくなる。ああ、そういうことか。すげえすげえすげえ。すげえ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 。すげえ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 。やばいよ。すごいのが使える。使ってみてのお楽しみ。なかなか俺使えなさそうだね。どこ俺にあんまり関係なさそうなティップやったね、今のは。誰だこいつ。クイズ、クイズ、クイズする？専門正解したキッズには、ただいま豪華商品をプレゼント中。挑戦します。今から4つのクイズに連続して答えてもらいます。全部正解すると最後に豪華な商品、1つが間違ったけど最後に連連点な商品。わかった。このダンジョンの壁にある骨は何の骨？嘘がえる。穴からピョーンと飛び出すも、嘘をまた嘘を玉。このダンジョンのエレベーターは何でできている？泡。このダンジョンの最初の部屋の壁に変えるほどは最初6じゃない？100点満点。よし、全問正解。じゃねえか。持ってけとるぼう。戻りん、なやそれ。あー、そんなにいいアイテムではないよね。いいのかな？レア度高めや。か。なんで5じゃなくて6にしたかっていうと、割とこの壁、左右対称になってる気がしたいのに、なんで、5じゃなくて6で、扉とかがあるとその扉の位置対象反対のところが、ちょっと少なくなる。なんていうの、これ難易度もっと上げても良さそうやな。ちょっと待った、さっきの話だけど、右にとか左に通路があったら、そこの分ね、反対のところと骨の数が変わってくるのかなと思ったけど、最初のところ奥に行くん違ったかな。だから左右別に、対称にすると2、3とかにする意味がないんで、3、3かなと思った。あんま覚えてないけどね。難易度。7、まず7ちょっと見てみるか。全然余裕。ちょっと書くか。もし間違えたらどうなる？終わりか。あー、なるほどな。いけるな。じゃあ7にしとくか。7、あ、まあ、7にしてもそんな変わらへんやったらね、まあ、7にするのないやろ。全然大丈夫そう。よし、もらいました。たまるね、すごい。そう、集中しな、できないな、これは。でも、うん、あ、でもそれでも37が弱い。弱いか。ちょっと枠大きくなった気がする。変わってないかな。いかつやつおるな。ブラシャー、カエルブラシャー、キモい。阻害ルビー寝た。いいね。3やな。これ
すごいのを貯めて、2つ貯めた状態でボス戦うといいみたいな、そんなのあんのかな。いいか。って考えると、これ火山とかは使う、ランダムなんで完全にもう、きつい、きついよね、多分。35分やから今回も40分超えそうやね。危ない。全部食べた。俺が食べたやつ全部なくなった。違うわ、最初のとこってこれ骨の数6ってこれ上か、まっすぐのとこにかけてあかかってたっつうか、あれちょっと記憶が曖昧。タタチタタタタタチタタ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 タ。バブラッパーこれ簡単やから、星貯めるよみたいな感じもするよね。眠りもつくんやったら最強かもしれない。はい、OK。1回40分って長いよな、多分。OK。危なっ。カメレオンコロ。外した。外した。まあこれはちょっとゆっくりこう余裕も出せながらやっても全然問題なさそう。アイテムは結構もらえるよね。連打電池、連打ドキドキ電池、スピード電池。なるほど。ちょっと手前、左下の卵を取り逃しがちやけど、多分戦闘があったらね、アイテムだけ見えるんで、全然。4、違うか、3。あ、それでも全然強いけどね。近場クッキー、ちょっと一生生きれへんもんがあるよね。命の缶詰って何やそれ。マグネハンド、マグネハンドはさすがに失敗せんやろうからな、普通にやってたら。火山をどう使うかやな。最大 HP を上げる。あれさ、途中でドラクエ7のキーファみたいにいなくなるとかないよね。大丈夫やん。それって全然使えるねんけど。電池はそれぞれ技に合わせたやつなんで、まあ、使い損っていうのは多分ないと思うよ。あ、でもそうか、似たようなタイプの技とかもちろんあんのか。そう考えると、まあ、もしかしたら、ちゃんと考えて使わなあかんかもしれない。
OK、危ない。一瞬矢印二つ目が見えんかった。うまくね。あの、持ち方を変えると連打しやすくなるとか、いろんなのがあるんでね。試してみるといい気がするんだけど、まあ、ゲームボーイアドバンスやから。あの、持ち方変えると画面塞がっちゃうとかあるけど、連打に関しては別に画面見えんでも問題ないんで。いや、200円ですね。ゴールドのやつを狙っていった方がいいのか、もしかして。気合入れて押しても4が限界かな、多分。後ろのやつが絶対なんか、ちょっと違うよね。お金いっぱいくれんのかな。強い。あいつタフ。あいつ逃げんのか。じゃあここですごいのを使ってみるか。敵全体攻撃しにいます。メカニカパニック。何これ。強いのは間違いないわ。なんかよくわからんかったけど、強い。味方も2人、でも2人が多分限界やろうね。外した。40ダメージは結構優秀。こんなん選ぶ必要ないんか、もしかして。それか245が来た次は123が来る、123が来た次は135が来るみたいなパターン決まってるのかもしれない、もしかしたら。パターンを調べてみてもいいかもしれない。こいつ寝たら多分いいんやけどね。寝たら勝ちよ。こいつ結構逃げるかと思ったけど、そうでもないのかな。マジ逃げない。ああ、タフやな。逃げそうやな。あ、しゃあない。走った。ちょっと待った、アイテム普通…あ、間違えた。レベルも気づいたら結構上がってるのに。14か。外していく。ちょっとやってみるか、火山のやつ。文字1、当たりの順番をこう書いていって、パターンを出していくみたいな。せっかくやるんやったら、ちょ、今からやる。ああ、ついに違いからでいいか。間違えた。横、右、2番目のやつ見た。普通にこれ50分、1時間ぐらい行きそうよ。
な金のやつ倒したら絶対なんかいいのもらえんちゃうかな。すごいのが全然溜まってへんので、これ眠らせる以外どうしようもないよね。ビオでもないです。まあまあまあ。ここよな。攻撃したところでも逃げられてしまうっていうのがあるからちょっと眠らへんかな。6制限時間6分け6マス余裕ある。よし、攻撃してくれてありがとう。ただ4回攻撃してもちょっと足りん気がする。あ、素早さ下がった。よしよし、すごいの溜まったから、もしあと1ターン耐えれれば勝った。倒した、倒しました。ケロティカル、ふざけやがって、ふざけやがって。このあよし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 、すごいね、どんどん貯めていくで。いや、おい、見せた見せた、ああ、ちょ、むっちゃぼーっとしてた。まあまあいいでしょう。すごい、使ってもしょうがないしな、そこで。ぶち抜いていこう。最高。アイテム結構電池が増えてる？そんな増えてないか。バブラッパー、レンダースター、まあこんぐらいの HP あればいけるやろ。なんか嫌な感じするね。この口の奥にお湯を流すスイッチがあるの。お湯がこっちへ出てくるわよ。はい、ここをどきましょう。あれあれ、どうしちゃったのかな。ね、ちょっと調べてきてくれない？これは嫌な予感がします。これって覗いたらお湯が出てきて流されるパターンかもね。じゃあ一人で行かれると困るから、やっぱり私も調べる。一緒に調べましょう。何も見えない。え、でもなんかこっちに向かってるような。やっぱり、これはもう定番のパターンですね。お湯の色がやばいよな、これ。いや、言うか言わないか迷ったけど、さっきから。やばい。油っぽい。あ、油か。そうだ、お湯を汲んで、キノコ研究所に持っていかなくちゃ。ホットポットにお湯を入れた。うん、そう、アップすれば、あの、あいつはボスっぽいやつは、まあ、なんかキノコを欲してるとかいう話やったんで、ちょっととりあえずまず宿行こう。あれ一泊15とか高いな。お二人いるから5トパーで10トパーかと思いきや、団体様やからちょっと高い。まあ、しょうがねえな。温泉のお湯です。ぬぬぬ。お湯だね。ありがとうだね。これで僕の研究が続けられるね。おー。おー。
上げに行くとベルマッシュ喜ばれるの。 OK、 じゃあ時間いくらいなんで今日はこの辺でありがとうございました。次ボスからかな。じゃあ